どうも保護人間ノーバリーです。喉がおかしいです。桃太郎がだいぶこんな感じで外に出てくるようになりました。そしてゴーゴーおいで。この子の可愛さがちょっとずつ見えてきました。この子は人外の家だったら多分可愛く見えます。この家だとこんな感じだし、うるさいからあんまり可愛く見えないけど、もうなんかこの三つどもえの争いがひどいんですよ。服はモモが好きで、モモはこのゴーが好きで、ゴーは見ての通りポメラニアンが好き。この三つどもえの戦いが見てられないです。もう誰の声も成就してないこの三つどもえの三角関係、僕は見てられません。もうももも今ご飯食べてるね。結構この人たちね、あんまりご飯に執着ないんだよね。だからそれぞれのご飯ポーンって置いといてもね、あんまり食べ合わない。自分たちのペースで勝手に食べてるね。でももがね、だいぶねいい感じにね、戻ってきましたね。もも可愛いね。ね、ミッキーマウスみたいな顔してね。もうわちゃ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 です。で、ゴーもトイレ覚えてないし、あーてかね、みんなね、なんとなくトイレ覚えてんのよ。服もモモもゴーも完全には覚えてないんだけど、なんとなく覚えてんのよ。だからなんとなくトイレ成功するし、なんとなくトイレ失敗するの。お、三つどもえの争いが始まったよ。ほら見て、この三つどもえ、この三角関係見たことないんだよ。男三人の三角関係は何なのこれ。もうそしてその狭いところでやんないで、もう広いところでやってせめて。もう何これ、電車ごっこ、もうめちゃくちゃですこの人たち。でこれがね、もうややこしいのが、ゴーはねこれマウンティングじゃないのよね。赤チン出すんだよ。で今はねおむつしてるから分かんないと思うんだけど、赤チン出すんですよゴーは。でこっちのモモはね、もうしっかりマウンティングしてると思うんだけど、もうめちゃくちゃよこの感じ。ほらほらほら、完全三つどもえの争いでしょ、男三人の。何やってんだよお前ら。もう誰の恋も実らない、実りのない戦いだよこれは。もう本当に見てらんない。見てらんないよこの人たち。もう男三人で、三人が三人ともこんな感じだとね、もう僕は見てらんない、本当見てらんないこれ。めちゃくちゃでしょ。これがね保護犬の預かりボランティアの日常ですよ。もうでもモモがねこうやって出てくる来れるようになったのは結構僕の中では大きいんですよね。モモがね、モモがなんかちょっとずつねこうやって出てきてね甘えるようになってきたのよね。いいことなんだけど、こうやってモモ甘えてると服が僕でしょ、僕の方があなたとの付き合いは長いんですよって言ってね嫉妬してくるので、関係ない人、この人は犬にしか興味ない。だけどねこいつもね、なんかもうひとしきりこうやってずっと遊ばせとくと疲れて僕に甘えに来たりするんですよ。そうするとね結構可愛い。だからゴーの可愛さがねちょっとずつ僕は見えてきたよ。この子は多分一頭買いすれば、一頭買いすれば可愛い。一頭買いされてる家庭でだったらね可愛いよゴーね。ごめん、まあどこでも可愛いけどな。なお前可愛いよな多分な。なゴー、お前多分可愛いな。この家では可愛く見えないし、うるさすぎて僕に嫌われてるけど。ねゴー、嫌われてんだよねお前ね、うるせえっつってね。うん、服にも嫌われた、人とか嫌われるんだよ、分かったかっていう感じで。服はねなんか1週間目全くなくて、2週間目ちょっと噛むみたいなことがね、毎朝やると噛むっていうのが出てきちゃったんだけど、
まあ触ろうとしたら威嚇するでしょ。でそこで止まるでしょ。でまたこうやって近づくでしょ。っていうので 3,40 分ね繰り返してたら、まあ足拭いても今はね全然噛まなくなりましたね。ね、服いい子だね、お利口さんだね、かっこいいよとか言って言いながらねやってます。もうお前ら本当に見てらんねんだっつーの、この争い。服ね、服こっちおいで。お前だけが頼りなんだよ。お前までさ、お前まで BL に走るな。お前だけが頼りなんだよ。今はムーランがいなくなった今、押し犬になれそうなのはお前なんだよ。ムーランと唯一互角に張り合ってたんだから。ね、最初の 何回か互角に張り合ってただろ。はい、お座り、お座りしてごらん。できないんかい、お前。ご飯の前だったらするだろうが。まったく、桃太郎もミッキーマウスみたいな顔してないでね。ゴーモだよ、お前もさ、本当に可愛いじゃねえか、よく見たらなあ。お前静かにしてりゃ可愛いんだよ。なんか静かにしててさ、夜とかさ、たまに甘えに来るだろ。あん時可愛いんだよ。だからちゃんと可愛くして。はい、もう、あ、ももじゃねえ、服おいで。というわけでですね、もう今日はこのわちゃわちゃな日常、ももちょっと今汗だくでね、散歩帰ってきたばっかりで汗だくなんで、今日は犬たちしか登場しませんけど、もうわちゃ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 です。こんな感じで、もうちょっとね、やんちゃな男ども3人が来ると家はだなくされますね。ももおいで。でもももがこうやって出てこれるようになったのが本当に大進歩だよ。ももおいで。ももお前はその子が好きだな、ゴーが好きだな。もうお、で服はももが好きなんだよ。桃が好きなんだよね、服はね。でも実らないんだよ、お前ら。みんなそれぞれ別の家庭に引き取られるんだよ。ね。まあ、桃とね、ゴーはゴーじゃないや。桃と服はね、もしかしたら可能性はあるかもしれませんが。ああ、もうひどい、ひどい動画だわ、これは。でも、このわちゃわちゃ感もね、僕はね、結構楽しんでます。こういうのがね、楽しめる人はね、預かりボランティア3頭多頭飼いとかね、3頭多頭飼いっていうか多頭預かり、チャレンジしてみてください。はい、ももおいで。ももも、も来て。あ、じゃあ服でいいわ。もうせめて服、お前だけが頼りなんだな。そういえばな、お前だけが頼りだよ。頑張ってくれな、これからのこの家の未来はお前にかかってんだよな。お前がボス犬としてさ、君臨してくれ。分かったか。でもお前優しいんだよな、ムーランと違って。ムーランと違って優しいから、あんまり激しくしないしね。桃太郎はあんまりボス犬って感じじゃないし、せめてお前がしっかりしてくれよな。お前だけが頼りだよな、福。お前だけが頼りなんだよ、しっかりしてくれ。もう、あー、わちゃわちゃしています。というわけで、今日はこんな感じのね、保護犬の預かりボランティアの日常でございました。男3人が集まるとこうなります。ほらほら、もうもうほんとこの三角関係なんだよ。ひどいね、この見てらんない、この見てらんない争い。まあまあまあ、お前ら早く幸せつかめや。ほな。